願いします。はい、お願いします。お願いします。今日は、はい、人気企画のエリー小選挙、はい、やろうと思います。はい、その今日のテーマは勝手に気になってる先輩総選挙。おお、気になってる。はい、好きとか憧れとか尊敬とかそういう意味も込めて仲良くなりたいなっていう先輩を選んでみました。先輩といる時間が少ないので気になってる先輩を選んでみました。何人選びました？3人です。じゃあ気になる、まず1人目は、はい、でん、向井地美音さんです。おー、美音先輩。楽屋にいる時の美音ちゃんがすごいなんか面白くてなんか楽しそうで、あと歌番組とかのカメリハの映像をみんなで見てる時とか、ミーヨンちゃんってあんまりなんか人になんか可愛いとか、なんか本当に思ってる時しか言わないイメージなので、私が映った時にたまに可愛いって言ってくださるんですよ、独り言でボソッと。それがめっちゃ嬉しくて心の中にニヤってしながら選抜にいさせていただいてます。あとミーヨンちゃんの服メンバーの中で一番好きで真似させていただいたり、リングつけたりとか、本当にみよんちゃんの私服が本当に好きなので尊敬させていただいてます。もうちょっと仲良くなりたいなって感じ。なりたいですね。最近まほちゃんとすごい仲いい、アイナナモディオンさんとまほちゃんとかとよく話してて、あー話してるいいなって思いながらも別にアニメは興味ないので見ないっていう。2人目、武藤トムさんです。おお、本当に好きだね。おー、トムさん大好き大好き、マジ大好き。なんか顔もちっちゃいしおしゃれだし、同じ B 型同士性格も合うのかなとか思ったり、なんかエリーが二十歳になったら飲みに行こうねって言ってくださったり。絶対楽しみじゃん。二十歳になるのが楽しみなんですよこの間呼び出し先生田中、うん、でトムさんと一緒に共演させていただいて、改めて頭の中身が全然違うなって思いました。テレビつけるたびトムさんがいるんですよ。最近トムさんの声聞くとなんか嬉しくなります。電気時代はそんなに絡みは選抜からですかね。それまではちょっと怖いって思ってた。やっぱなんか話してみるとマジで優しすぎてやばいです。3人目はでくらのまみさんです。本当に好き、マジで大好きなんですよ。可愛いですね。めっちゃ押し付けてるんですけど、人類にこんな可愛い人がいていいんですかみたいな。歌番組とかでなるちゃんの後とかに映った時とかも爆湧きです。もうなるちゃんがソロで映ってめっちゃ決めてる時とかも可愛いって言いながら、もうオタクかもしれないです。オタクです。本当にもう AKB 入るのから本当になるちゃんが大好き。暇さえあれば学校から帰ってきたらなるちゃんみたいな。あ、ちょっと9年くらい。わあ、だいたい AKB 入ったら推しって変わるもんだよって言われます。かわいい、マジかわいい。エリーちゃんは前田敦子さんとか板野友美さんとか渡辺真由さん時代の人とかは絡みはあんまりなかった。真由さんは被ってますね。うん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 。クエスタワーで秘密のダイアリーっていう曲を披露させていただく時のリハ、なんかやってることは簡単なんですけどゆっくりすぎて結構難しくて本当に覚えられなくて、覚えずになんかリハーサル挑んで、その時まゆさんが後ろからエリー頑張れって応援してくださったのが今でも覚えてます。私はそれもう何年前、8年前とか。わあ、作りました。あつこさんも共演したよね、この間情報番組で共演させていただいて、 AKB 自体は被ってないんですけど、うん、これで共演させていただくのは初めてで、なんか優しすぎてびっくりしました。なんかカメラ回ってないところでもうすごく優しくしていただいて、黄金期の大先輩とこうやって話させていただく機会とか本当にないので貴重な体験させていただきました。先輩総選挙やってみましたけど、はい、どうでした？安定ですね。うん、安定でね。これから仲良くなれるように頑張っていきたいと思います。この動画が良かったなって思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。